経済、財務省はフランスの省の一つ。フランスの経済、財政政策を担当する。フランス財務省とも呼ばれる。フランスにおける財務大臣の起源は、アンシャンレジーム期の1561年に初めて設置された大倉卿である。大倉卿は1661年に財務総監と解消され、フランス革命後の1791年に、 財務大臣と解消された。本省の歴史的任務は財政の管理である。1946年国民経済財務省の名称で財政の管理とフランスの経済政策の実施等を共に所管する省が初めて設置された。なお、本省の名称及び具体的な権限は内閣が交代するたびに変化してきた。第二次、白楽内閣においては本省は 経済、財務、民営化省と称された。ジョスパン内閣において、初めて産業が本省の所管となり、2012年まで以後の内閣においても踏襲されたを除く。予算は、独立した大臣が所管していた、ベレゴボワ内閣、バラデュール内閣、並びに第1次、第2次及び第3次、フィヨン内閣を除いて、本省の所管である。第1次及び、 第2次、フィヨン内閣においては、雇用も本省が所管していた。同様に、第1次、エロー内閣においては貿易も本省が所管していたが、第2次、エロー内閣においては貿易省として分離された。貿易省が設置されるのは、1990年代、半ば以来例のないことである。バルス内閣においては、経済、財務省は、財務、公開継承と、経済、 生産再建、デジタル賞に分割された。第1次、フィリップ内閣、ブリュノルメールが、経済、財務大臣を務め、第2次、フィリップ内閣では、経済、財務省と行動、公開継承に分割された。2012年以来、経済、財務大臣は、経済、財政、消費及び不正防止に関する政府の政策を、立案し、実施することを任務としている。 また、同大臣は、社会的、連帯経済の促進及び発展を担当し、予算及び租税に関する政府の政策を立案、実施するほか、公開系全体及び公開系に関する、長期的戦略について、責任を負う。経済、財務省の組織は、以下の通りである。ブルノルメール経済、財務大臣大臣は、中央行政機関に加えて、担当大臣、 官房及び報道官をその権限の下に置いている。担当大臣も、また同様に官房を有している。現在、第2次、フィリップ内閣では、ブルノルメールが、経済、財務大臣、ジェラルド・ダルマナンが行動、公開系大臣を務めている。第5、共和制財務、公開継承庁舎は、パリ12区のベルシー地区にあるベルシーワッシュの他元に、所在する。現庁舎は、 ポール・シュメトフ及びボルハ・ユイドブロの設計により、1988年に、竣工したもので、23万平方メートルの敷地に、それぞれ、ネッケル、ボーバン、コルベール、シュリー、シュル号と名付けられた小胸のビルが建っている。1871年から1988年まで、本省の中央行政機関は、ルーブル宮殿のリシュリウツバサに所在していたが、 フランスはミッテラン政権下で決定された大ルーブル計画に伴う工事のため現在地に移転することになった。なお、本省の現在の所在地であるベルシー通り139番地には1983年までは大役軍人省の2つの部局が入居し、現在は財務、公開系省庁舎の一部となっている古い建物が実際には所在する。一方、 一部の仏曲はすでに、セーヌサンドニケンのワジイコールルイコールグランを呼び、モントルイユ、セーヌイコールエイコールマルヌケンのワジエル、並びにバルドマルヌケンバンセンヌに移転している。ありがとうございます。